試合まであと1週間してますけど、まあ、体調とか、どうでしょうか。まあ、問題ないっていう感じですね。もう引き続き練習をずっとやってきたので、もうあとは体重ぐらいなもんで、問題ないです。前の試合が1日2試合で、まあ、結構ダメージもあったかと思うんですけど、どのぐらいで休んで練習とか再開されたんですか。そうですね、まあ、ダメージのことを考えて、まあ、1週間丸々休んで、そこから再開した感じです。その間に、まあ、ジムが始まっていろいろ忙しかったと思うんですけど、練習そうですね、あの夜、まあ、最初ということで奥出君と毎日入ろうということで、ちょっと夜練の方がちょっとできなかったっていうか、ちょっと昼やってっていう感じで、ちょっといつもと練習のペースは変わったんですけど、けどおかげさまでなんかいい練習と、まあなんか格闘技がより好きになることができて、すごいいい期間だったなと思います。昼間の練習はどこであるんですか。あ、そうですね、最近吉田道場さんとか、まあ、グランドスラムはもちろんですけど、まあ、あとは乃木さんとっていう感じが多いですね。格闘技が好きなことができてることとおっしゃってましたけど、それはやっぱり人に教えたりとかするとそういう気持ちになったとか、そんな感じですかね。そうですね、本当にこのところプラスで全く格闘技やったことない人がたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、そういう人に、まあ、技だけじゃなくて、なんか、まあ、試合の時はこういう風ですとか、なんか言うだけでちょっと驚いてくれたりとか、まあ、まあ、あとは、まあ、なんか技とか教えて、すごい楽しそうにやってくれるのが、すごく嬉しいというか、いいですね、なんか、格闘技終わってみんなで飲みに行ってもらったりしてるのも嬉しいですし、なんかいいですね。はあ、ちなみに順調ですか今のところ。順調ですか。あ、多分どうですかね、まあ、経営のことはちょっとあまりわからないんですけど、まあいっぱい毎回来てくれる会員さんもいて、そうですね、人付き合いはすごく順調です。はい、結婚してあのジムも起こしてトーナメントも優勝すれば、これほどハッピーなことはないんですけど。そうですね、もうこれほどハッピーなことはないんですけど、まあこれでこの試合で終わりじゃないんで、続きもあるんで、まあこの試合にかぐる気持ちって大きいですけど、まあここで終わりじゃないんで、でもまあそうなったら最高にハッピーですね。はあ、あの対戦相手の馬成選手来てたじゃないですか。はい、呼ぶのはためらったりしたんですか。いや本当にちょっとためらってですね、まあ、今成さんに試合決まった後にもう結婚式はもう呼んでたんですけど、その後にあの結婚式は大丈夫なんで試合試合終わってからみたいな感じで話したら、もうそれとこれとは別なんでお祝いさせてくださいって言ってくれて、すごく嬉しかったのと、まあ、器が大きいなっていうふうに感じました。嬉しいです。なんか会話とかされました。結婚式ですか。はい、はまあお酒飲んでくださいとか冗談でまあいろいろ言ったぐらいで、はあ、
まあ終わったらゆっくりご飯行きましょうっていうことは言いました。改めて今井選手と試合する上で、なんかどういったことを意識して練習してきたと か, なんか考えていることはありますか。そうですね、まあ、今回勝村さんに対策だとかいろいろ言ってもらってビデオとか見返して、まあ、改めてそういうことかって思いながら見てたんですけど、やっぱり強いですね。そうですね、強いですね、やっぱり。すごく、まあ、変わったスタイルの選手だと思うんですけど、その辺の対策とか、なんかシミュレーションみたいなやつは結構時間を割いて、まあ、対策、そうですね、対策、まあ対策はしたんですけど、大体対策してもそれ通りいつも動かないんで、まあ、なんかセコンドに怒られるんですけど、まあそうですね、試合になったらもう体が動く通り動こうっていうのと、まああとはもうちゃんとセコンドの声聞いて頑張ろうっていう、やっぱり結果を出したいんで。試合前なんで、まあ、細かくは言えないと思うんですけど、まあ、今井選手の寝技には全く付き合いないで勝ったりする選手もいますけど、そういうこともちょっとは考えて、それともまあ勝負したり。まあ僕はストライカーじゃないので、打撃1個で勝つというのはまあ無理だと思うので、まあそうですね、やっぱりいつも通り総合で戦って、もう思いっきりぶつかるだけです。